マティアス・スーナールツはベルギーの俳優。父は俳優のユリエン・スーナールツ。1992年アカデミー外国語映画賞にノミネートされたベルギー映画シンプ・ダーンス・ダンス東京国際映画祭正式出品作品として日本では初上映。その後も何度か映画祭などで上映で15歳にして映画デビューを果たす。2008年に出演した エリック・バン・ローイの監督による映画ロフトはベルギーにおいて108万ユーロを売り上げ最も成功したフラマン語の映画となったロフトはアメリカ映画としてリメイクされローイが監督をスーナールツがフィリップ役を再び務めるアカデミー外国語映画賞にノミネートされた2011年の闇を生きる男の演技で スーナールズはパームスプリングス国際映画祭でフィプリスイ主演男優賞を第2回マグリット賞で主演男優賞を獲得した。ジャック・オーディアールは自身の映画君と歩く世界の主役に200人以上の中からスーナールズを選んだ。スーナールズがマリオン・コティアールと共に主演した同映画は2012年第65回カンヌ国際映画祭の コンペティション部門で披露され、高い評価を集めた。2012年2月には、アメリカのクリエイティブアーティストエージェンシーと契約した。2013年には、ロフトの英語リメイク、ザ・ロフトのほか、リンチャー・イバー以来2度目のピーター・バン・ヘイス監督作品への出演となる、ウェイストランド2008年のフランス映画、レレンズ・ジュ・サングのギオーム・カネの監督による、英語リメイク、 ブラッドタイズへの出演が予定されている。また、スーナールツの初監督作品として、彼の一本足の友人を描くドキュメンタリー、フランキーの制作も予定されている。ありがとうございます。